マルオさん、マルオさん、お帰りなさいませ。どこにいたの？玄関の方に車の音が聞こえましたから。まあ普通は玄関よね。ああ。いかがでした？あ、その前に結婚1周年おめでとうございます。出かける時にも言ったじゃないか。言わせてくださいましよ、この雰囲気の中でも。あ、これマルオさんにお土産。え、私に？小籠包、マルオさん好きそうだから。小籠包大好きです、ありがとうございます。温めないとダメだよ。レンジで、はい。あ、でもまだぬくもりが。温めないとダメだからね。なんなのこれは。分かってますって意味でしょ。それかけてきて。はい。じゃあ奥様にも。隠すぞこの野郎。何、どうしたの？うん、1年が経ったんだなと思って。ああ。後悔してない？私と結婚して。バカなことを言うもんじゃないよ。うん、もうお酒はいいから。改めて二人だけで静かに静かに乾杯だ。じゃあ僕の方から質問するよ。後悔してない？こんな男と結婚して。意地悪なあなたに。そういう君に。こっちの方確かめるの忘れたね。無防備ってこういうこと。